が襲われます。この季節、実りを求めて森の中へ。いやー秋だなー、もう、すっかりなんかまたなってないかな。収穫のテーマ曲が決まった。最近ベッドに高いからにしても、なぜ果肉を吸ったら種は出す。種あるね、種。むせれるよ、乗ったらダメよ。足抜けたらこれ抜けなくなるから。危ない危ない、あそこにあんねんけどな。いやー危ない危ない危ない。ボタンの椿だな、椿だな、椿だな。その種を拾って集めて乾燥させ、天然の油を絞っていた。これがアケビの調理に使えるはずだった。なんでこうなるんですか。大小2つあって、瓦礫と崩落、2つの被害に。一応寝るって、ね、だから7時ぐらいからずっとさ、日本がするっつんで。なるほどね。敵も出しちゃう。匂いのチェックを。鶏肉だね、間違いなく。うん、持ち上げて、で下に交差的に入れれば、ここがレールが水平になるようにして、そうですね、だからその交差的に持ってもこうまだできる。しかしこのレールの重さ知ってるよ。上げられんのこれ。半端じゃないですよ。そこで、で役者さんと押さえてもらって大丈夫？じゃあいいですか？はい。じゃあ言います。持ち上げよう。せーの。せーの。いっぱいなもの、そんなことで。そして、鉄筋と足場板を番線で固定するってくれるはず。まだ1枚分だが、ここに石をバケツリレー方式で。はじめに大きめの石、これが地面となり線路を支える。それは船屋の基礎作りで学んだこと。大きな石の間に小さな石が入り込み、隙間なく噛み合う。これで強度は格段に増す。地面だが、これで線路は水平に。とはいえ他の枕木は浮いた状態。じゃあこれ一回下ろしますか。そうだね、これ効いてるかどうか。いいよ、いいっすか。